五国地区妖怪地五国は愛媛県北郡内湖町にある伝統的建造物群保存地区である。地区種別は西浪町で1982年に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。山裾に発達した街道沿いに南北約600メートルにわたって町屋や交渉の屋敷などの伝統的な建築物群が見られる。 軒線が通された町並み掛け魚と鬼瓦固定へと、虫かご窓生老業を営む長屋棟が数多く見られるが、町並み保存地区全体に自立した都市施設が残されているのは全国的に珍しい。黄身を帯びた漆喰で塗り込められた重厚な外壁が特徴であり、漆喰壁を持つ建物は地区全体の70%を超える。ほとんどの建物が、 霧妻ズ作りの2階建てで、の線が通されており、生子壁、掛け魚、固定、虫かご窓、出荷紙、鬼瓦、鳥薄間など、多種多様な衣装を持つ建物が多い。江戸時代中期以降、大化に見舞われることがなく、和紙と木老によって得られた富から、質の高い町屋が建てられた。山裾の傾斜地にあったことから、都市開発が遅れ、結果として、 伝統的な建物が数多く残されることになった。江戸時代後期から昭和初期にかけての様々な年代の伝統的建築物が同じ街並みに共存しているのは全国的にあまり例がない。中秋の名月には、寒月会と呼ばれるイベントが行われ、地区の家々の軒先に暗洞が灯されるほか、本葉け住宅の庭園がライトアップされる。 長家資料館の内部江戸時代の内湖は、大須藩の領地であり、主要街道の分岐点や小田川を利用した物資の集積地として繁栄していたが、18世紀には商品作物としてハゼの木が植えられ、大須藩の保護と奨励により木老生産が拡大した。19世紀半ばには、本派が三江門が、画期的な製法を発明して、大量生産、分業制が確立し、 19世紀末から20世紀初頭にかけてパリ万国博覧会、シカゴ万国博覧会、内国官僚博覧会で数々の表彰を受けたことで、内子の木老は日本を代表するブランドとなった。明治末には愛媛県のサラシ老生産量が全国1位となり、内子町はその7割を生産していたが、原材料の不足や石油などの代替品の登場などから大正以後は、 急速に衰退していき、1924年には、製浪業者がすべて姿を消した。1972年に、文化庁によって第一次集落町並み調査にリストアップされ、行政と住民の間に町並み保存の意識が高まった。1982年には、妖怪地五国地区が四国で初めて重要伝統的建造物群保存地区として選定され、 国庫補助による保存修理事業が始まった。1990年には本葉岳住宅、上葉岳住宅、大村家住宅が重要文化財の指定を受け、1991年には、青老用、百4 4 4点が重要有形民族文化財の指定を受けた。日本観光協会、優秀観光地づくり金賞総務大臣表彰から、環境省、香り風景百選、 美しい日本の歴史的風土百選。国土交通省、都市景観大賞、美しい街並み優秀賞。ありがとうございます。